中国の台湾侵攻の時期をめぐっては21年にデイビッドソン米インド太平洋軍司令官当時ですねが27年までの台湾有事の可能性を指摘27年は中国軍創設100年目の節目で習近平国家主席は同年に奮闘目標を実現するとしているだけどこの目標に掲げたものよりも早くやってるよというのが今の中国に対するですねアメリカの見方なわけですよ だから、相当アメリカは中国に対して警戒してるっていうことですよね。ブリンケン米国務長官も17日に米スタンフォード大で開かれた討論会で中国は現状もはや受け入れられず、これまでよりもずっと早い時間軸で台湾統一を追求すると決意したと強調した。国務長官ですよ。日本で言えば外務大臣ですよ。アメリカの国務長官がもうここまで中国は台湾統一を追求すると決意したとまで言ってるわけですよね。 習氏は16日に開幕した共産党大会冒頭の政治報告で、台湾統一に向けて武力行使の選択肢を決して放棄しないと宣言。米国も台湾防衛のために軍事介入する姿勢を繰り返し示しており、 台湾情勢が一段と緊迫化しつつあると。あ今、これブリンケンさんのことも言いましたけど、これブリンケンの、はですね、さらにですね、BBC でも取り上げられているので、この BBC のもちょっと取り上げてみたいというふうに思います。中国は台湾統一の計画を加速させている。まあ、同じことですけどね。アメリカのブリンケン国務長官は、17日、中国が以前の予想より、はるかに早いスピード、スケジュールで台湾の統一を目指していると述べた。ブリンケン氏は、 中国政府が現状もう受け入れられないと判断したとしたとしたとしたってことはつまり中国がもう今の現状は嫌だよともうこんな現状にもう満足できない物足りないというものを感じてるよということをでだから台湾の武力侵攻ということになってるよということをですねもう確信しているということを確信してるわけですよこれ怖いこと言ってるんですよ中国では16日に共産党大会が開幕習近平国家主席は 冒頭の演説で台湾を統一するためには武力行使も排除しないと表明した。先ほどと言ったことと同じですね。中国は自治を行っている台湾を自国の領土とみなしている。一方、台湾は自らを大陸とは別だとみなしている。まあ、ここがね、難しいところなんです。アメリカも台湾をですね、一国だというふうにはみなしてないんですよ。中国の一部だというふうにみなしてるんですね。だから、これを決して台湾を国家というふうにして扱っているわけではないんです、アメリカは。だけれども、 た、あの、アメリカの立場っていうのは、そうは言えども、あの自由と民主主義体制を中国の共産主義で真っ赤にね、紅れないに染めるというようなことをやることには断固反対だというふうに言ってるわけですね。だこの辺が、まあ非常にね、曖昧なところなんです。曖昧戦略なんですよね。つまり、じゃあ中国がもし、え台、ー、湾を攻めたらね、アメリカはどうすんのと言ったとき、もしかしたら助けるかもしれない。助けないかもしれない。 兵器はね、売るというのはあるんですけどね。これ,これどうしていくべきなのかということなんですね。で、アメリカのバイデン大統領は先月、中国が台湾を攻撃した場合、米軍は台湾を防衛すると述べた。言いましたよね、これね。これ、はっきりここまで言っていいのか、というふうなね、気もして。まあ、あの、一説によるとですね、あの日本の中ではですね、ちょっと、落としでね、言っちゃいけないこと言っちゃったんじゃないの、とああいう、まあ、もう要するにね、 あの、もうろくしたんじゃないのというような意見もあったということですね。要するに、ご飯食べたの忘れちゃったとかね。そういう類の話じゃないのというようなことをですね、言う人もいたけど、私はね、まあそうは思わなかったですねいや。これはある種の警告だろうというふうに思いましたね。ただ、アメリカはこの問題に関して、公式には曖昧戦略を取っていると。曖昧だと。曖昧ってのはこれあれですよ。あの、曖昧ミーマインとかそうじゃなくてですね、攻めるか攻めないかは言わないよという方の曖昧ですね。 ブリンケン氏は17日、スタンフォード大学で開かれたイベントで、ライス元国務長官とともに発言。中国が平和的手段で台湾の統一を達成できない場合、強制力や場合によっては武力を使うだろうと述べた。そしてそのことが現状を大きく破壊し、とてつもない緊張を生んでいるとした。ブリンケン氏はまた、アメリカ台湾との約束を守り、台湾の自衛能力を支援していくと付け加えた。ここなんですよ。自衛能力を支援していくっていうのは、要するに武器をね、 売るってことですよ。要するに、台湾が自分たちのこの地域をですね、え自分たちで守るためにですね、そのえ自衛能力を高めていく。このために貢献しますよ、ということは言った。でも、ブリンケン氏は言ってないのは、必ずアメリカを助けに行くよとは言ってないんですよね。もし中国が攻めてきた時に。アメリカは中台問題では一貫して外交的な綱渡りをしてきた。 アメリカは公式方針として台湾での軍事行動を約束していない。ここ大事なポイントですよ。なんか、あの、日本国民の中にはですね、台湾攻めてきたらアメリカがやってくれるんだろうというふうに思ってる人いるかもしれないけど、相当言ってないんですよ、アメリカはね。しかしバイデン氏は、アメリカは台湾を防衛すると繰り返し強調しており、アメリカの従来の姿勢に反しているように見える。これはね、本当に、バイデン大統領がそういうふうに言ってると。ただ、アメリカの国としての方針は変わってないと。 た、ねま、だこの辺うまく使い分けてるのか本当にあのネトボケたこと言ってるのかこれは分かりませんブリンケン氏の今回の発言は習氏が国家主席として歴史的な3期目を入りを果たすと広く予想されているタイミングでのもとな習氏は16日の中国共産党大会での演説で我が国の完全な統一は実現しなければならないし実現させると主張した我が国の完全な統一ってのはどういうことかって言ったら台湾がですね 自分たちは、相当をいただいて、あの、相当、台湾相当、蔡英文さんいますよね。で、というのを持ってですね、全く中国とは異なるというふうなことを主張しているのは、これは完全な統一ができてないっていうふうに考えているわけですよね。だから完全な統一をするっていうのはどういうことかって言ったらですね、台湾を自分たちは支配下に、完全なコントロール下に置くということです。で、もっと具体的に言うならば、香港で一国二制度っていうものをね、導入しておきながら、 え、自由と民主主義体制をぶち壊しましたよね。あれと同じことを台湾でやりたいと。まあ、こういうふうに解釈して間違いなかろうというふうに思います。また私たちは最大の誠意と最大限の努力で平和統一を目指し続けるが、武力行使を放棄するとは決して約束しない。つまり平和統一を目指すんだよと。この辺がね、憲法九条信者とは全く違うところですよ。平和をね、求めますよと。平和的統一を求めますよと。でも、 いざっていう時には、武力使うことも施しませんよと。こういう国なんですよ。こういう国に対して憲法9条で日本が守れるっていうふうに考えてる方が私はね、異常なことだというふうに思いますね。米中間の緊張はここ数ヶ月。特に、ペロシ米下院議長が台湾を訪れた後に高まっている。中国はペロシ氏の訪問に合わせ大規模な軍事演習を実施。台湾はこれを非常に挑発的だと非難した。これがですね、今の現状なんですよ。つまり、 今のね、現状から見るとですね、アメリカのね、認識というのは非常にある意味で悲観的なわけですよね。要するにこの東アジア情勢の平和に対して、中国が武力侵攻する可能性はもう日に日に高まってると。しかも、それは遠いね、将来の話ではなくて、目的があっちにあったとしたらどん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 近づいてきてると言ってるわけですよ。でもそれはなぜきちんとこちらが抑え込むような戦略を取ってないからですよ、中国をね。 ここが一番問題になってるわけですよ。